計量を終えて、はい、コンディションはバッチリです、はい、スーパーバンタム2試合目ですけど、はい、前回と比べてのこうフィット感とか。フィット感かなりあると思います。まあ、前回このスーパーバンタムを作る過程で、まあ、こうしたらいいかなとかああしたらいいかなというのがすごく、まあ、見えたというのは、まあ、実際に試合後に話したことなんで、まあ、そこはもっとプラスに、よく、仕上げることができたかなと。気持ちの方も高揚感とか高ぶりみたいなのがないですか？なんですか気持ちの高ぶりとかですね。高揚感って、はい、特にないですか？いや、もう試合前日なんで、それはうちに秘めたものというものはあります。昨日も今日も、平昇、昨日は、写真撮影、今日平昇で、はい、名古屋選手の方から握手を求めて、はい、終わりにしたけど、そこへんどういう心境で、そうですね、フェイスオフ別に長くやっても仕方ないんで、はい、まあ、しっかりとタッパレスの表情を見れたんで、はい、表情どういう感じですか？なんかでも昨日よりも一段とちょっと絞ったなっていう感じはありましたけどね、まあ楽ではないなっていうのは。楽な相手ではない、ね、いや、この減量 が楽ではないのかなっていう、まあ、感じには見えましたけど、まあ、ただまあ、アンダーでしっかり仕上げてきたんで、まあ、ここからのリカバリーをお互いどう多分していくかっていうところが明日の大きな差になってくると思うんで。このリカバリーどういう感じになるんですか？そうですね、でも前回が 60.1 だったんで、まあでもそれぐらいで今回もリングに上がろうかなっていうのは守ってますね。オッケーです。はい、オッケーです。オッケーです。はい、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。